ドラゴンクエスト8縛り実況、実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。回復して戻ってまいりました。先に進みましょうか。勝てるかな。まっ、なんかついてるね。早速メタルキング、こいつは倒しておきたい。ラスボス前にね、少しでもねレベルを上げておけるのならば上げておきたいよね。一線付け、ちょっと待て待て、命令させよう。作戦変更。特技、まあけど一線付き以外ね、有効なメタル系に対して有効な攻撃は特に持ってないんだよな。魔人斬りもないしな。あ、メタル斬りね、一応ね、斧持ってないんだよな、斧。なんかどうでもいい斧とか持ってなかったっけ。鉄の斧とかあるんだったら袋から出しておいたらこういう時使えるよね。ちょっともう一度ちょっとこれ終わったら、戦闘終わったら確認しよう。うん、う昔やってた中学、いや小学生ぐらい、中学生の時だろうな。うん、中学生の時にやってた。あんまりねここで小学生とか言ったら年がね、嘘ついてるのバレるから。中学3年の時にやったあの、うーし、これ変になんかあるよね。メタルキング出てきてこの命令、作戦変更で命令するにしたら逃げる説みたいなあるよねあるよね。なので命令しない説。あれ、これ作戦どうなってる今。あ、そもそも命令になってるか。ガンガンから命令に移動した時になんか逃げちゃうんじゃないか、逃げるスイッチ入っちゃうんじゃないか説、まだ誰も検証したことはない、逃げないでくれよ、頼む頼むよ、逃げるな。届いた届いた、パニルだ。キレイ。2 4、うわあ、5、逃げるなよ、頼むから許さんぞ、許さんとか言ったらメタルキングに対してなんかそういう威圧的なコメントをすると逃げちゃう説あるよ。逃げないで、お願い、逃げるなよ、逃げない。6、会心出てくれんか、いけ。うわー、死ぬー。メタルのメタルキングの HP16 とかそんなんじゃなかったっけ。頼むよ、頼む、死んでくれ、頼む、逃げないで。これもう3ターン目はさすがに逃げるわ。うん、エテでも逃げるわそれは、さすがに。うん、それは逃げる。あれ、うまく回収は出やんね、出やん。こっちだよね。さあ行こうか。メタルキングのことは忘れてね。あー懐かしい、ここはナチー。これなんかなんかね、ここね魔法の使いがなんか出てきたよね、記憶があるし。ここなんかな、ちょっとした謎解きあったよねこれ、確かちょっとした謎解き。
巫女の背を見つめる4つの像は神に深い悲しみを捧げるべく長い旅を経た4人の巡礼者である。道に迷し巡礼者に大いなる闇の守りを。回復した、やったぜやったぜ。うん、あれあれ、調べられはしない。でこれ確かね、ずっとなんか同じ方向にこうくる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  回ってたらさ、なんかどんどん変わっていったような気がする。確か特にね、調べたりはできませんね。入れる？入れないもんね。こうずっと同じ方向にこうくる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 回転することが本来のプレイなら絶対に取りに行ったな今の。怪しいよねこれ。何？入れはしない。これ謎だよね、もうね。うん、戻ってきたけど特に何もないみたいなね。もう中学生の時の絵手はね、もうほんと泣いたね。ここはマジわかんねえしよーこれって。ほんとあ、ほらほらほら、2周目からなんかちょっとずつ雰囲気が変わってくるわけ。ほんと昔泣かされたわここには。それこそ携帯とか持ってなかったし、パソコンとかも持ってないし、調べるあれがなくて、もう攻略本もさ、もうラスダンとかに関してはさ、結構その書いてくれないことが多いじゃない。出ました、こいつクソ強いから。作戦変更、ちょガンガンでいきます。どうする？チーム呼ぶ？いや、図工全員寝るし、寝るしさ。あ、そんなもんか。そんなもん。200ぐらい、250ぐらいか。ちょっとビビりすぎてな。ちょ、満タンしておきます。ちょっとずつこうやって変わっていくの、なんかこの街がさ、なんか毒々しくなっていって、扉とかもさ、この木の板でぜ、もうなんかちょっとしたホラーだよねこれ。毒だし、首ないしさ、怖っ。首ないし、出口なくなっちゃったしさ、回復するやつもないし、もうこれ怖っ。毒どんどん広がっていくし、大魔神だし、逃げよう。戸惑った。うわー、もう一気に急に、もう急に、これどうし、どういうシステム、これどうやって作ってんのこのゲーム。同じとこくるくる回ってるだけなのに、どんどん先が変わっていく。うわー、ほんとプチホラーだよね。怖っ、もう街じゃなくなっちゃったもん。怪しい。ヘルクラッシャーけど、エテの味方のね、チーム呼びのハル君もね、ヘルクラッシャーだもん。何もないんかい。
スライム部を待つ。いりません、いりません。うわー、もう完全にさ、うわ、足、あー、靴靴、靴ヤンガスはさ、ヤンガスはなんか、あー、足までなんか象がちぎれちゃったみたいになってるけど、なんかククールはさ、なんかもう普通にブーツが置いてあるだけみたいになっちゃってるから、なんかウォーリーを探せとかにはなんかある、これウォーリーの靴じゃねみたいな、そういう感じになってるからさ。あ、もうこういう、あとの2人もヤンガス足短ない面白い、それ面白い。で最終的にここが開けて、さらなる下に行く道が開かれし時、やつが目覚める的なね、的な、スーッと入っちゃった。うわー、来た、これ、行こう。これもう来たよね、確実に。これ、来てるね。いるね。